はい、それでは始めさせていただきたいと思います。皆さんお越しいただきありがとうございました。今日は前半はこの前のおさらい、それをさらに、秘訣みたいなのも加えて行い、そして後半は、前回から少しその先のお話に移りたいと思います。前回は基本的に、体を使った瞑想というものを、これを行いました。その前に瞑想というのにいきなり入るのではなく、瞑想というのは一体何かということを、これをまず確認しようということです。で、瞑想というのは、これは英語のコンテンプレーションやメディテーションの英訳で、明治時代にできた和訳なんですね。そのために意味はよく分かりません。一方、東洋では禅というのがあって、座禅ですね。それが東洋の伝統の中では瞑想にあたるもので、ヨガや仏教では専門的には単に禅ではなくて禅定と言います。禅定っていうのは座禅の禅、定は定まると書きます。で、この仏教の言葉は本来はヨーガから来てます。で、ヨーガの最終段階にディアーナとサマディという瞑想状態があり、このディアーナがなまって禅な、それから禅になります。次のサマディ、これを意訳してその意味を取って定、定まるという言葉に当てました。要するにディアーナとサマディ、これを合わせて禅と定、禅定となったわけです。語源はともかく、その意味は何かというと、心の安定と集中、心の安定と集中といったような意味です。ではヨガというのはどういう意味かというと、実は体操ではなく、その原意は心の制御、なしは心の制止という意味があります。心をコントロールすること、心を静めて止めることです。ですから禅定なしは瞑想というのと、ヨガというのは非常に似た意味だということになります。大雑把に言うと、ヨーガとは瞑想、禅定のことだということになります。じゃあなんでヨーガの体操や呼吸法が瞑想なのかっていうところは、これから体験していただいて、それをもって前回のおさらいとそれに秘訣を加えたということになります。ヨーガの体操は実は座法とかポーズ、体の位置の法と言われ、姿勢法の意味があります。それは姿勢が心と直結しているということです。すなわち猫背だと、これは最近身体心理学でも確認されてますが、本当にネガティブになるということが実験結果で分かっているわけです。そして我々の普段の姿勢は、結論から言うと、その閉じた心の姿勢になっています。それをヨガや仏教の瞑想で開いた心の姿勢に変えるということです。閉じた心の姿勢とは、それは猫背で、で、頭の重みを首や肩で支えるためにここが緊張しており、さらに仕事、その他ストレス社会の現代のために精神的な緊張もありますから、で、肩、これに力が入っている。スマホとか見てるとこんな風になって、さらに力が入る。で、手はこういう風に形で同じように力が入る。で、お腹と胸を圧迫しますから呼吸は浅いと。すなわち、猫背、悪い姿勢、そして筋肉の緊張、それから浅い呼吸という、そういう連鎖がある。で、これはポーズとしては、その獣でいうとファイティングポーズで、何かに緊張し、何かに警戒し、何かにこう不安や恐怖を抱いているということで、ストレス社会の姿勢ということです。一方、動物もそうですが、警戒心がない、リラックスしている、受容している時のポーズはお腹が出てて開いているわけです。こうではなくて、背筋が伸び、肩の力を抜いて、で、手のひらが上に向いていると言ってもいいでしょうか。そして軽く胸が張られている状態ですね。で、ここにある心が
こういった閉じた警戒の心から開いた状態になる。心とともにというか、心が閉じた姿勢から開いた姿勢になっている状態が望ましいと思います。もう一回言うと、背筋を伸ばして肩の力を抜き、そして手のひらをちょっと上に返してもらって、軽く胸を張ってもらってということでしょうか。でこれがまさに仏教ヨガの瞑想の姿勢です。これをこういうふうにしますと仏像のスタイルということになります。もう一回言いますが、閉じた先頭のポーズから開いた受容のポーズということですね。でそれをちょっと皆さんにやっていただこうということなんで、今椅子に腰掛けている方は深く腰掛けていただいて、で背筋を伸ばしていただいて、でここから肩の力を抜く、いやどうしたらいいかというと、一旦こう上げまして下げます。こう上げまして下げます。あとはちょっとブラ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 っとしていただきます。そして改めて背筋を伸ばしたら少し、反らしてみましょう。こういうふうに、はいどうも。次はですね、息を吸って息をゆっくり吐きながら反らしてみます。でもう一回伸ばします。戻します。もう一回反らしてみましょう。息を入れながら戻します。はい、お疲れ様です。そして軽く胸を張った感じで、で手のひらを上にして、足の上に置いてもらって、で慣れてる方はこれをこんな風にそのまま持ってきていただくと、そのブッダの瞑想の手の形になって、これでもいいし、このまんまでもいいです。こういった感じです。秘訣は背骨が柱になって、で腕の力が抜けてること。普段は背骨が曲がって、背骨で脊髄で体重を支えることなく、腕その無理な力がかかりで呼吸が浅くなってます。ここから呼吸に意識を向けていきます。呼吸はまず鼻から吸って口から出すようにしています。で鼻から4秒ぐらいで吸ったら口から8秒ぐらいで入ってください。それではまず息を吸い始める前に、息を口から口を少しすぼめて吐き出します。入れます。で4秒ぐらいで入れて、ゆっくりと8秒ぐらいで出します。はい、ありがとうございます。気づかれた方もいるかもしれません。なんかこれ瞑想モードではないかと。瞑想モードというのは心の安定と集中の実現で、でそのためにはゆっくりな動きの方がいいと言われています。ゆっくり息を吐く、心理学の実験でもこの方がリラクセーションが進むと言われています。つまり深呼吸でってやるよりもの方がいい。そしてゆっくりやることは、集中、これが必要です。例えば皆さん無意識的に体を動かすとき、つまり集中してないとき、これはぐるぐるぐるっとやったりですね、ゆっくりこれはできますが、手をゆっくりと動かそうとしたらこれ集中が必要なんですね。だからゆっくり大きく動かすこと、ヨガはよくあります。でもそれはそれをやってる間に自然と集中することになります。手を動かすんでなく、今はゆっくりと吐いていただいているわけですが、これも皆さん自然とそのために集中することになります。すると雑念がなくなって心が静まっていくということが狙いなんですね。だからもう一回やっていただきますが、まずは吐き出します。お腹からも絞って、で鼻から入れます。ゆっくり吐き出します。
で、もう一回入れて、ゆっくりと吐き出します。はい、この呼吸法、4秒8秒の呼吸法、小林博之順天堂大教授自律神経の名が長生き呼吸法と言われています。さまざまな健康効果があります。これ 1,2 分続けただけで即座に血中酸素濃度が高まり、毛細血管、末梢血管、これが増大し、で疲労回復、新陳代謝、免疫、増大、そういった方向に向かっていくそうです。で、夜寝る前なんかにやっていただくと安眠になると。そして緊張している時ですね、何かの本番とか人と話す前、これをやってもらうと不安や恐怖を感じる脳の扁桃体ってところが静まって、で落ち着きやすいと。だからまあお医者さんなんかはそういった緊張する場面の前にトイレに行って、その本にこう書かれてました。体を開いてこの呼吸法をやりました。体を開く、そう、こういうことで体を開くというんですね。で、その状態で胸もお腹も伸びた状態でゆったりと腹式呼吸で、こうやると動物的な脳である扁桃体の異常な興奮が静まって、恐怖や不安、これが収まると言われています。さて、もう少し工夫を加えると2つあります。もうすでに自動的におやりになっているかもしれませんが、視線は固定します。心が安定し集中している状態が瞑想ですが、その反対が心が不安定で散乱している状態、その時は目がキョロキョロしてるんですね。だから逆に視線を固定させて、禅のように半眼も良いし、まあ、目つぶってもいいけど視線を固定させるのが一つ。特に吐く時ですね。それから息を出したら、ゆっくりと吐いてもらったら、せっかちにすぐ息入れず少し息を止めます。実は不思議なことにも心理学の実験でこのように多少息を止めた方がさらにリラックスすることが分かっています。ヨガでは息を吐くと心身の緊張が解ける、リラックスできると言われています。じゃあ息を止めるとどうなるかというと、集中が深まるというふうに、伝統的に言っています。ですからそれを加えてさらに瞑想状態を深めた呼吸法です。ではまず息を吐いて、入れて、ゆっくり視線を固定して、でまた息を入れて、ゆっくり視線を固定して、もう一回、はい、それでは最後に一回やります。で、この一回ではですね、先ほど言った息を吐いてからちょっとポーズを取るということを加えてみたいと思います。それからもう一つ、息を吐くときに視線を固定することに加えて、リラックスしていくはずなので、リラックスを自覚するように感じてみてください。これも一つの瞑想、集中です。では始めます。息を出します。リラックス、ちょっと止めます。ちょっと止めます。
はい、ありがとうございました。4秒8秒の呼吸法ですが、ヨガの経典にも、お医者さんもだいたい3回で初心者の人はやめてくださいと。で、ちょっと休んでもう1回やると。だ慣れてくれば10回でも20回でも続けてよいと。それから不安とかそれを和らげるために緊張するシーンの前にやるときは、この4秒8秒ですね、1セットで12秒、1分間に5回ですが、それをだいたい2分分10回ぐらいやると脳の扁桃体、つまり不安を生させるその扁桃体の興奮が静まると言われています。皆さんもお試しいただいたらと思います。もちろんこれは夜寝る前や不安を感じるとき、緊張を感じるときだけではなくて、1時間半ぐらいですね、仕事をした後にですね、まあこれをやるといいかなと思います。人間というのは緊張と、まあ朝起きて、心身を起動させて、で集中を高め、まあ意味で緊張しているときと、それから夜寝るときですね、リラックスして休息するとき、これがあるんですけど、これが半分半分ですね。交感神経が活動、副交感神経が休息なんですが、24時間を半分に割ると12時間で、また半分に割ると6時間で、また半分に割ると3時間で、また半分に割ると1時間半になるんですね。で1時間半ごとにですね、交感神経、副交感神経が交代交代になってるっていう創設、これもあって、まあ、大体大学の講義も1時間半なんですが、そのぐらいするとやっぱりちょっと 2,3 分、そこでオーバーホールというか、その心身をリラックスして血流を改善、酸素濃度を上げて疲労を回復、リフレッシュした方がいいかなと、まあ個人的には思っています。一応ここまでで、前回の呼吸法瞑想ですね、これをお話しましたが、ポイントを言うと、姿勢イコール心で、閉じた心の姿勢と開いた心の姿勢があります。そして姿勢を良くするとおのずと呼吸が良くなりますが、吐く息長くした深呼吸、これが現代のストレス社会、これには向いてるかなってことです。でそれも呼吸法も今日言ったような話、つまり姿勢を正して視線を固定して、目は口ほどに物を言いますからね。そしてそうゆったりと息を吐きながら、そこでリラクセーションに集中し、最後息を止めてちょっと間を置いて吸っていただくというようなことをすると、それが呼吸法というよりもすでに瞑想状態の始まりということになります。だから姿勢法、これは呼吸法とともに瞑想だと、姿勢法、呼吸法がともに瞑想なんだという理解、これがヨーガがなぜ姿勢法や呼吸法をヨーガの一部としているからです。ヨーガすなわち瞑想がなぜ呼吸法や姿勢法をヨーガすなわち瞑想の一部としているかというと、呼吸法や姿勢法がそれがまさに瞑想だからですというですね。これでちょっとまあ一つ区切りなんですが、今日はですねちょっと結論を急ぎすぎたんで、体のほぐしがちょっと足りない感じがするので、皆さんちょっともう一回立っていただいてです。でそうですね、前後左右ちょっと気にしていただいて、その体がぶつからないようにしてほしいんですが、まずですね、先ほど言ったように普段とは逆に体を反らしてみます。息を吸って出しながら息を吸って戻すと、で心のある胸が開いていき、閉じた心の姿勢から非常に大きく開いた心の姿勢になると思います。では行きます。人を軽蔑するときに下に見ると言いますか、天上を見るときは天を仰ぐと言ったり、
天に唾するなというように尊敬の心がその姿勢と結びついてます。そういったことでですね、こうやってこの天を仰ぐ姿勢と呼吸を時々やっていただければと思います。下を見ると視界も狭くなりますが、上を見ると視界、これは都会でも大きく開ける。で、視界が開くと心も広がるが、視界が狭くなると心も狭くなるということです。後やりますが、大自然の雄大な中に行くとですね、やっぱり視界が広がってそのまま心が意識が広がるっていうのがあると思うんですが、その広がった視界、これは重要です。そのためにも上を見る、この習慣は重要かなと思いますね。はい、じゃあちょっと肩の運動はそのクロールの要領でこれをやってみましょうか。ゆっくり大きく回してください。先ほどと同じです。腰がゆっくり大きく、そして息を吐きながら筋肉の緊張を取ります。はい、お座りください。はい、それでは一旦ここで、早いですが5分ほど休憩して、13時31分過ぎにですね、第2回目っていうか第2セッションをやりたいと思います。次はシンボル瞑想のおさらいとさらなる秘訣です。はい、第1部ありがとうございました。シンボルの瞑想の復習ですが、復習しやすいテキストとして、この2022年6月26日東京セミナー講義誌をシンボル瞑想と万物愛の瞑想というものがあると思うので、それをちょっとお手元に、用意していただいて、丸2と書いてあると思いますが、2つぐらい講義資料があるんですが、シンボル瞑想と万物愛の瞑想という方です。それを読み上げてここの部分は説明させていただきます。第1、シンボル瞑想。1、聖なるシンボル、象徴とは、それを見たり聞いたりすると良い心の状態が引き出されるもの、心理学的な概念。各宗教にそのシンボルが、崇拝対象を表した絵画、像、その他。宗教でのシンボルは神仏自体のように崇拝されることもあるが、偶像崇拝、実際には神仏自体ではなく人の良い心の状態を引き出すものである。視覚的なシンボル、イメージや聴覚的な言語的なシンボル、字音が、に全ての宗教に共通したシンボル、降臨、英語で、これ英語ではヘイロンと発音。宗教画で仏、神、天使、聖人の背後や頭上に、日本語でハロ、仏教で五光光背とも。このハロはそもそも自然現象、大気光学現象でもある。日本語でハロ、日傘、これは日運とも言います。似た大気光学現象のブロッケン現象も日本では仏とその五光とみなされる、五来五王。釈迦教団でも仏の現れとみなされた故事もある。人類普遍のシンボルを経験した研究した心理学者ユングは、マンダラ、円、まあこのマンダラって円とか和とか丸いって意味なんですね。マンダラ、シンボルという概念を提唱。太陽、月、星の周りにはスポーク等があることも。仏教のマンダラ、仏などを並べた円形の図画、禅の円相、毛筆で描いた円にも通じる。ここでいきなり降臨という宗教すべてに共通したシンボルがあるということをご紹介しましたが、皆さんもそう言われればと思うものであります。じゃあ、お釈迦様の仏画ですね、それをちょっと映してみてください。これからちょっとこのプロジェクタースクリーンに行って、説明します。仏画や仏像の後ろに日本語では五光とか、それから光背と言いますが、まあ光輪、輪光とも言います。英語ではつまりキリスト教の宗教画なんではこれをそう大気光学現象と同じように、ハロー、
ヘイロー、どうぞ。消していただけますか。これですね、まあ、五行や後輩とも言いますが、光輪。仏画の場合は2つあるんですね。ブッダの第三の目、逆号から生じた、この頭の後ろの輪、それから胸の万字の部分から出た、その体の後ろの輪っていうのがあるとされています。それぞれ図工と巨神工というんですが、これはキリスト教やその他の宗教画にもあります。で、これはそもそもは自然現象で、英語ではヘロ、日本語ではその日傘と言われますが、それをちょっと出してみてください。太陽の周りに虹の光の輪、これが出る現象で、まあ、これが光の輪の団体名、これになります。で、この光の輪というのがいろんな宗教に共通したシンボルになっているんですね。キリスト教の絵画とかも出ますか。じゃあちょっといくつか見ていきましょう。まあ、ここにコイルがあるんですね。皆さんがより馴染んでいるのは、これを垂直ではなくて水平にした天使の輪というものですが、これも同じように英語ではヘイローと言われます。そして先ほどの大気光学現象の太陽の前の虹の光の輪、これもヘイローと言われます。それが聖なるイメージになっていて、仏教、キリスト教、これに限らずゾラスター教やローマやギリシャの、そういった文化においても用いられている宗教に共通したシンボルと言われています。さて、今はこの天空のその太陽とその光の輪、この話をしましたが、またテキストの方に戻っていただくと、雄大な自然全般をシンボルと捉える考え方、これが出てきます。3番目の雄大な自然のシンボル、大体験のところです。大体験とは、雄大な大自然の中で生じる心身の向上の体験、異形の念。欧米で科学的に研究されている。大自然に異形の念が生じ、自分たち人間がちっぽけな存在で大自然の万物に支えられているという謙虚さ、おごりエゴの現象、万物への感謝と愛の感情、心の広がり、幸福感、リラクセーションなど、脳活動が非常に活性化し、免疫力、健康の向上や刹那的な欲求が抑制されて騙されにくくなり、長期的な価値観、長期的な価値を重視する変化がある。そもそも古代、大自然の中に生きた古代人は、自分たちに生命を与える大自然に神仏を見た。大自然から神仏という概念を生んだ。神は火と水に由来するという説。命という漢字は神のお告げを聞く人を文字化したものという説。命は神が与えるもの。神は命を与えるもの。アミヌズム、世界全体が神という半神、東洋の思想。次に行きますと、雄大な大自然を見ると視野が広がり、それが心の広がり、意識の拡大と連動する。ブッダは宇宙の全時空間に意識が合一した存在という思想もある。そして人にとっての神、仏の特性とは何か。万物を知り、万物を愛する存在。神の全知と博愛、ブッダの知恵と大慈悲などと言われる。万物を知り、万物を愛する広大無辺な意識と知と愛。なお、仏画にはブッダの背景にハロと雄大な自然が描かれていることが多い。ここで以下の雄大な自然とされるもののサンプルをまた映写したいと思いますので、照明をちょっと落としていただいてお願いします。まあ、皆さんも自然の中に行って心が静まった、広がったという体験、これは終わりかと思いますが、それが今欧米で大体験と言われて科学的に研究されているということです。雄大な自然、大自然、これに圧倒されて、
で没我状態に入るって人もいるでしょうし、王体験というのは英語のオーサムやオーフ、畏敬の念という意味で、自然の圧倒的な大きさに畏敬の念を抱く人間、自分たちのちっぽけなこと、これを改めて実感し、自然万物に支えられているっていう感謝、まあ謙虚な心ですね。それからそれから来る愛といったものが生じてくると。で、実際に科学的に研究すると、脳活動の活性化、免疫の向上、そういったものが見られると。あと当然ですが、まあ、幸福感とかリラクセーション、これが進んでいるということです。また人格的性格的変化として、刹那的なもの、これにとらわれなくなって、そういったもので誘惑してくる、騙されるということがなくなって、で長期的な価値観、例えば次世代のことを考えたりする、そういうことになる。でここで意識が広がって、万物を愛するとか、また今だけじゃなくて長期的なことを考えるというのは、非常に重要な精神的な進化の兆候だと仏教では言われています。つまり仏教では、人の無知というのは、それは今の自分さえ良ければという、そういった狭く刹那的な意識で、それからいろいろ結果として自分も他人も不幸にするようなものにとらわれてしまってという考え方、それが煩悩と言われてて、煩悩は狭く短い心からということです。一方ブッダの知恵というのは、今だけじゃなくて未来、長期的に考える無常の知恵があって、でさらにそれを踏まえると、自分だけでなくて他と共に幸福になるのが本当の幸福の道だという理解があって、今だけではなくて、長期的に自分だけではなくて他と共に、これはブッダの知恵と慈悲というふうにまあ言われている。それは基本的にですね、仏教を信じる信じないに関わらず、心理学的に言っても社会学的に言っても正しいことだというのは後からお話ししますけど、そういった好ましい変化がですね、自然の中に行くと生じるんだ。まあどうしてか、自分の体験上は雄大な自然を見ると、やはり自己中心的な意識、これが和らぐと。都会では自分が非常に大きく見えてますが、雄大な自然の中に行くと没我状態になるというように、自分がこうちっちゃくて薄まっている、これはまあ過剰な自己愛が問題だとされる自己愛型社会の現代においては、そういった意味ではその意識の向上ですね。さらに自然は悠久ですから、人間が特に尊ぶ自然は青山と言われるの山とか、御神木と言われる木とか、それ御神石と言われる石のように、全てその寿命がですね、人間よりちょっと長いんですね。そうすると自然の中にいて、その悠久の時の流れを感じると、その刹那的なこと、簡単に言うと些細なこと、これに対してあんまりその動じなくなる、長期的な視点で長期的な価値を持つものに誘導されるということなんですが、そういうことが起こるとすれば、その意識の向上、これに役立つ、まあ刹那的な快楽を退けて長期的な重要な価値、これに専念し、自分だけではなくて他人のことを考える、そういったより高次元の意識に大自然の中で導かれていくということになるのかと思います。というところで、まあ、光の技は先ほどの姿勢や呼吸を伴う瞑想に加えて、こういった自然をシンボル、聖なるシンボルとした瞑想、これをやっています。これらは自然自体が神だとか仏だとか言ってるわけではないので、皆さんの心の中のより高い次元の意識が、そういったシンボルとまみえると生じてくるんだと、こういう考え方で、多少ですね、
それを実習してみようということです。さて、今は見て心が静まる、清められる、そういった自然を中心としたシンボルのお話でしたが、聞いて心が静まるものっていうものもあるというのが心理学的にもないし伝統宗教においてもあって、これはネパールで作られている伝統の法具で、サウンドヒーリングをもたらす仏教法具と言われています。お寺のお堂のような音です。この後お話しますが、人が自分で発声した場合もですね、どんな音が心を鎮める、解放するかというと、アーオンとウンモンだと言われています。この振動する音はウンモンに似ていると思いますね。ウンモンっていうのは N じゃなくて M の方ですね。うーんって口を閉じたまんまの音です。で、まあ理屈はともかく、これからしばらく数分ですが、先ほどの自然を見ながらこのサウンドヒーリングの仏教法具、これを使って瞑想したいと思います。皆さんの方は姿勢に気をつけてください。改めて心の開いた姿勢ということで、背筋を伸ばして肩の力を抜いて、でちょっと手のひらを上に向けてですね、ちょっと運動しておきましょうか。じゃあもう一回ちょっと反らしてもらって、それでそのまま肩腕ブラブラさせて、胸を十分開いて、でまた元に戻して、もう一回やります。はい、ありがとうございました。はい、それでは、照明を切ってくれますか。で、映写を準備してください。もうすぐすると出てくると思いますので、あ、すぐ出てくるかな。あ、大丈夫ですね。でしたら皆さん、このスクリーンの方に真向かいになるようにいただいて、ちょっと深く腰を入れて座ってもらって、背筋伸ばして肩の力を抜き、手のひらを上にして、でそのまま内側を見ながら、で耳ではこの仏教法具の音響を聞いていただきながらお願いします。指導員の方は四方で鳴らす準備をお願いします。では始めます。
はい、一旦終了します。研究によると実際には生の雄大な自然、この中に身を置くのが一番いいんですが、しかしこういった写真画像でも準ずる効果、疑似的効果があるということもあるので、光の輪ではその2つともやっています。すなわち時々ですね、大自然の中に実際に行く聖地自然巡りを行い、そしてこういった写真画像を使った瞑想を普段やっています。で、その中で木曜日と日曜日の夜にはそのズームですね、参加者の皆さんをつないで、今のような写真画像をお見せしてパソコン上に共有してですね、一緒に瞑想するオンライン瞑想セッション、瞑想タイムというのを、今この講義を Zoom で聞かれている方はまさにそれパソコンで今の画像を共有して、まあ、瞑想されていたということになっています。まあ現代はですね、大自然と切り離されたが上にさまざまな心の歪み、これを生じさせているのではないかという説が、まあ先ほどご紹介したユングなどの心理学者から言われています。人はその父なる天と母なる大地とか大地母神とかお地蔵様というのは大地の母の母体というんですね、母の子宮という意味です。そんなふうにですね、大自然に母性、この本質を見たというか、ユングによればその大自然は親の親であり、例えば女性は大自然との接点で母性、これを獲得していたが、その都市生活の中で大自然との縁、これが弱り、母性の減少が見られるのではないか、まあそういったことを心得ている。まあ女性というのはもともと月の運行や潮の満ち欠けと自分の体の月のもの、これが連動し、古代人にとっては本当に自然と一体化した生き物だったのかもしれませんが、そんなことを主張するスピリチュアルの人にはね、男性がなぜ女性を排除して、修行をする女人禁制の修行があるかというと、女性はもともと自然と一体だから修行しなくても霊性はある、一方男性は修行しないと霊性が身につかないか、まあ、そういう説を言う人もいますが、まあ、それはともかく自然の中で自然の一部として、自然に先ほど言った畏敬の念、感謝、それを持って生きていた時よりも、まあ、我々の心は場合によっては狭く、その短くなってしまったかもしれないということです。で、それを取り戻すために現代社会ならではの交通手段を生かしてその聖地に出かけていったり、現代社会ならではのメディア技術を使って普段写真画像という疑似的なものだが、まあ自然との縁を回復させようと、まあ、光の輪ではやっています。これは突き詰めると非常に深い思想、この世界が全ての生き物にとっての母である、大蔵界曼荼羅の思想と密教では言いますが、そういったものにもつながってきて、それが意識の向上、意識の変革、改革ともつながります。ただここではちょっとそこまで行くのはやめといて、その先のお話で4番目の言葉、音のシンボル、字音のシンボルといったところをちょっと読んで皆さんに解説したいと思います。これも非常に興味深いところで先ほども少しお話しています。4、言葉、音のシンボル、字音のシンボル、心を安定、解放する生理的な効果のある発声は、身体心理学の実験によるとアー音、ン音、脳科学では H 音も、これらは緊張なく発声可能な音、アー、ハー、人が緊張を解く際の発声、最初に覚える言葉もママ、アー音とン音の合体ですね、
ひらがなもアルファベットも最初の音は青。ボンゴの、これサンスクリット語です。仏典とかヨーガはボンゴで記されています。ボンゴの最初もアー、最後もウン、狛犬のアンウン。宗教のシンボルの音にアーメン、アラー、ブッダ、ダルマ、サンガなど、これもアオン、ウンモンが使われているんですね。さらに大自然の呼称に天をアマと呼び、海をアマと呼び、山は山ですが、これみんなアマですね。アマテラス大御神、これは天皇の高祖神といわれ神道の中心ですが、これを天テラスと書いてアマテラスと言います。なお古くはアマテラス大御神、海テラスというのが発祥じゃないかという説もあって、でも天も海もみんなアマと、そして山は山と、最初に覚える言葉はママと、 H 音を使えば母と、この青やムや H 音の連続には何か秘密があるのかということです。仏教ヨガには聖なる言葉マントラがある。これは発声による瞑想である。その際姿勢、言葉、発声、意識に注意する。心空意の三密価値、これは心理学的にも心身の健康法ともいえ、マントラ瞑想による健康状態の改善を示す科学的な研究も、マントラ瞑想で科学的な研究をしたというのでは、マハリシ・マヘーシャという人物がアメリカを中心に布教して有名だと思います。ここでですね、まあ、アマ、アマ、アマという言葉があったんですが、マントラの中では皆さんも確かこの音に関してはよくご存知だと思うんですね。実際に唱えたりしたことはないにしても、これナムって言いますか、ナム妙法蓮華経ですね。あとはナム阿弥陀仏ですね。この後に阿弥陀仏、つまりついた浄土宗、浄土真宗系とナム妙法蓮華経ですね。妙法蓮華経、それがあってもこれナムと呼ばれている。実はこれはですね、言語サンスクリット語ではナムではなくてナマなんですが、これがこっちになまっちゃったんですね。しかし現代の心理学的理論から言うと、ナマの方がやっぱり正しいんだということです。ただ人間、日本仏教もしぶといので、ナム阿弥陀仏、これを連続して唱えている浄土教の人たち、そのうちさらにこれがなまっちゃって、ナマインダ、ナーマン、ナンマイダーク、ナミヤムダブツがなまって、ナンマイダーにさらになまらせて、そうするとなんか原点回帰っていうか、こういうふうになってるんで、これは唱えてるうちにこの地の方が気持ちいいっていうのが分かったかなと私は思ってます。ただ信号はですね、やっぱりサンスクリット語言語で唱えた方がいいんじゃないかというのは、その、2500年前前後のヨガのマントラヨガ、その他がやはりこの音が心が静まるというふうに思ってやったんだろうから、それがまあ中国日本となる中で簡略する中でナムにちょっとこうなまってしまったということです。それでもね、伝統的にやってれば一定の効果これあるのかもしれませんが、言語サンスクリット語に忠実であるべきだという説、これもあって、それをちょっとご紹介しようかなと思いました。ともかくですね、このアとかムとかマとか、そしてそれをくっつけたアマとかヤマとかナマとか、そういった言葉がこのマントラという言葉の中には多いです。で、このナマタットブっていうんですが、これに基づいてその仏教の仏法僧、この3つをタットブ、マントラっていうのがナマブッダヤ、ナマダルマヤ、ナマサンガヤ
と言われるその仏教基本信仰で、で光の輪ではその仏教これを宗教として信じる信じない、これは問いませんので、単純にこれが伝統的にかつ最新の心理学でその心身の健康をもたらす発生法であるというような位置づけで、実習するときがあります。すなわちこの信号を使って、まあ、先ほどの自然の写真を見たりして、まあ、心が静まる視覚的な信号画像と心が静まる聴覚的な言語的な言葉や文字のシンボルとこれを合わせるということです。これは仏教でも伝統的に行われていて、仏教では3つが重要としています。そこにも書いておきましたが、1つ目が姿勢体、2つ目は言葉そうマントラの音、3つ目が意識ですね。意識においても何か聖なるものを念じる、もちろん仏教では仏を念じるから念仏となりますが、まあその仏像を見なくても念じなくても自然これを神仏のまあと見なしてですね、見なさなくてもいいんですが、それを見るという方法もあるなと思います。さて、まあここまでがですね、言葉音のシンボルというものに関してのお話です。さて、先ほど お見せした太陽とその光の輪というのがあります。天の太陽とその光の輪です。そしてそれ以外にも山々やその海やそれから大地などのお話がしました。で、一つ二つ加えることがあると、その太陽の周りの光の輪、太陽とその光とその輪というのは多くの宗教で神や仏の象徴とされています。仏教では太陽の光、これがブッダの知恵と慈悲の象徴です。ブッダの知恵なし神の全知万物を知るっていうのが、それが太陽が万物に与える光明かり、これと結びつけられた。あと神の博愛ブッダの大慈悲万物を愛する心の働きが、太陽が万物に対して分け隔てなくその四方八方に放つ光の熱ですね、それによってさまざまな生き物は生きることができるわけですから、まあそういうことです。神や仏は万物を知り万物を愛す全知と博愛知恵と慈悲というのがその特性ですが、それと太陽というのが非常によくマッチするのであるということです。ただこれはその仏や神というものの特性が太陽をシンボルとしやすいというんじゃなくて、古代人にとっては太陽という光を与え、そして熱を与えるものによって初めて自分たちが生きて活動することができるわけですから、その太陽そのものをその自分の生命をそして活動を支える何者かと見て、その何者かのことを神というようになったんだと思います。まあ簡単に言えば我々の脳の機能、生理的な機能の中に理屈抜きにしてその大きな天空やその太陽の光の輪、それから広大な海や大地や山々を見るとその心が静まり広がっていく仕組みが、そのそういう遺伝子がそういう生理的機能が古代から宿ってるんだろうと、まあ私は考える。で、仏教のお坊さんにもその弘法大師の空海とか、それから次元大師だったかな、ちょっと違うかもしれないけど、その江戸時代宗教トップの天海とか、その仏の境地を目指しながら空と海や天と海というそういった宗教名を自ら追った方があります。天と海なんか両方とも古い言葉ではアマとアマで、ナマブッダやっていう時に自分の宗教名を呼んでるようなもんなんですけど、そういった、まあ、言葉におけるシンボル、そして視覚におけるシンボルというものがあったということだと思います。はい、ここまでがですね、まあ、若干おさらいなんですが、
その後に、より重要な今日のテーマ、第2の万物愛の瞑想といったところに入っていきたいと思います。